美香ちゃんに歌のメロが自分で作ってもらった。ここでしか聴けないからなんて贅沢かつもったいないみたいな感じで、もここでしか聴けないからなんか据えた目をしてもらっていいですか。あの据えた目、ロシアメロの目をして形はこれでいいの、ね、少し反り気味でこういう感じで、はい、スパさんがもうちょっとだけ正面向きにできたら、はい、その方が入るかも。カメラを狙うのと自然外したのでいきます。背中合わせで道具はどうしたらいい。それぞれ持ってる。それで待って、さっきと持ち方はなんかちょっと変えてもいいし、うん、みたいな感じなのにすごいグルービーな声でドスが効いててめちゃくちゃかっこいい。ダンサーがじゃあ上がる声質ゆったりしてると声よりもやっぱなんか空気通ってるかのようなこういう音質の方がなんかすごい踊りやすく感じる私は、うん、私ほんと美香ちゃんもなんか歌うまいんだよみたいなことは聞いてたんだけど本当にすっごい上手くて本当にびっくりした。なんかあのレッスンのウォーミングアップの時に生徒にどんなに美香ちゃんが歌が上手くてそれにびっくりしたかを伝えるためだけにウォーミングアップ美香ちゃんの曲流してたから私一時期だから今回も作った曲にイメージとあのそっちの歌詞のモチーフをお送りして美香ちゃんに歌のメロが自分で作ってもらった。でそれがすごいかっこいい曲なの。ここでしか聴けないからここでしかこの素晴らしい曲をここでしか聴けないなんてあの贅沢かつもったいないみたいな感じでもここでしか聴けないから出す時にちょっと顔をかけてちょっとずらした、うん、じゃあ口でバーンって言ってもらいます。はい、で、割
割とあのカメラをもうなんか下までつけちゃう感じなんだ。うん、カメラをさ、下を。あ、そう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 、その人がいる。あ、こんな感じ。これバッチリです。この画角すごい良くない？良い。うん。待ってて。さっきは見えてもらった方がいいから。こうやってこうやってる人がいると思えば、なんか。みかちゃん全然足崩して大丈夫ですよ。あ、うん、これが楽なんで大丈夫です。あ、本当に。お団子めっちゃ見えますね。本当にやっちゃう。見えますか？上げてみますか？あ、まだ見えてます。こうしたね。